皆さんこんにちは。達人の研究をしている装身術の中島です。今回はですね、このハンガーを使って合気の原理を解説していきたいと思います。皆さんですね、ハンガー反射という言葉を聞いたことがあるでしょうか。テレビなどでですね、ちょっと面白い現象として紹介されていたりしますので、見たことがあるよという人もいるかもしれません。どういった現象かというと、このハンガーをですね、広げてあげて頭にかぶせてあげると首が動いてしまうというですね、現象です。これがですね、ハンガー反射と呼ばれています。ではちょっとやってみたいと思います。やり方は普通のですね、家にあるこういう針金のハンガーですね、これを頭にちょっと圧迫が加わるぐらい広げてあげてですね、頭に斜めにつけます。すると頭が動いてしまうと、そういう反射です。これはですね、どうしてこういう現象が起こるかというと、この針金ハンガーがですね、この締まる力によって頭の皮膚に圧迫が加わってですね、皮膚に圧迫が加わると体が動いてしまうというですね、そういう仕組みになっています。この皮膚に圧迫を加えるとですね、体が自動的に動いてしまうという現象がですね、合気の原理の秘密です。もちろんですね、いろんな体にはいろんな反応がありますので、それだけではありませんが、人間の体は全体がですね、皮膚に覆われていますので、相手に力を加えようとすると、ね、皮膚の圧迫というのがですね、必ず発生してきます。ですので、この皮膚の圧迫すると体が動いてしまうという仕組みを知らないと、思った通りですね、相手に力が加わらなかったり、相手をうまく崩せなかったりしてきます。ですので、この皮膚を圧迫すると無意識に体が動いてしまうということを知らないとですね、なかなかどうしてこう技ができるのかとかですね、どうしてできないのかということが分かってきませんので、非常に重要な反射です。装身術では、今この皮膚の圧迫を使ったですね、技のかけ方とかですね、崩し方というのはですね、研究してまして、今ですね、DVD を制作しているところです。皮膚にどのような刺激を加えればいいのか、またはどの部分に加えるといいのか、またはですね、どういうふうに組み合わせられるのか、その時の意識の持ち方はどうかなどですね、詳しいことはですね、今後ですね、DVD 化していきたいと思いますので、そちらの方はですね、楽しみにお待ちください。このようにですね、体には意外と知られていないですね、いろいろなこう反応があります。無意識の反応があります。知らずにですね、使っていることもあれば、知らなくてですね、今までそんなことをやったこともなかったというようなこともあると思います。スマートフォンなんかでですね、スマートフォンって最近のスマートフォンあんまり説明書とかついてなくてですね、直感的に使えるようになってますけど、あ、こんな機能あったんだっていうですね、ことがあると思いますけども、人間の体にもですね、説明書がついてなくて直感的に使うことはできますけれども、まだまだ知らない機能というのがあってですね、それをうまく使うと達人技のような不思議な現象を起こすことができます。またですね、いろいろな競技の中でですね、上手い人は、上手な人はですね、体の無意識の反応をですね、うまく使って、運動を行っています。例えばですね、スマホの画面をですね、こう指でこう広げてあげると画面が大きくなるとかですね、知らないとですね、その機能を使うことはほとんどありませんけれども、知っていればですね、小さいところを大きくしたりとかですね、することができます。人間の体もですね、この皮膚の圧迫の仕方によって体がこんな風にですね、変わるんだっていうことを知ってるか知らないかによってですね、使える技が違ってきたりとかですね、さっきまでできたことがいきなりできなくなったりとかですね、そういうことがなくなってきて安定して技をかけれるようになると思いますので、ぜひですね、この皮膚の仕組みを、知ってもらってですね、やっていることに生かしていただけたらなと思っております。装身術ではですね、このような無意識の反応をいろいろ研究していて DVD 化しておりますので、興味のある方はですね、ぜひご覧ください。
ぜひですね、家にある針金ハンガーでですね、この反射というのをぜひ体感してもらいたいと思いますので、こうやってみるとですね、首が曲がってしまうのが自分で分かると思いますので、ぜひですね、試していただけたらなと思います。またあんまり反応が強く出ない人でもですね、こう無意識のうちにそちらに回りやすくなってますので、まあ息とかで言えばですね、そちらに崩しやすくなると。柔道とか相撲とかですね、いろいろなこう直接体を触れるようなですね、競技なんかはですね、特にこの皮膚の圧迫によって、体がですね、自然に動いてしまうということを知っているか知っていないかだけでもですね、全然違ってきますので、ぜひですね、まずはじめにこの家にあるハンガーでですね、試していただけたらなと思います。まあ、このようにですね、体には面白い仕組みがいっぱいありますので、それをですね、研究して、DVD 化して発表したりとかですね、またワークショップなどでですね、この不思議な体の仕組みを体感してもらったりとかですね、そういう活動も行っていきたいと思いますので、興味のある方はですね、ぜひ初心術までご連絡ください。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しめたという方はですね、ぜひですね、チャンネル登録と高評価ボタンの方をよろしくお願いいたします。またですね、このようなちょっと面白い体の仕組みを紹介していきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。